日程は過密になりました。ただこの影響は必ずしもネガティブなものばかりではありません。多くのクラブで若い選手がチャンスを得て、一人一人がどんどんたくましくなっています。例えば今日のホーム川崎は若い有能な選手たちを余すところなく使って首位を快走しているわけです。でその一方でベテランの力もまた必要になってきます。今日の横浜 FC は日本サッカーの歴史を作ってきた3人のレジェンドを同時に先発起用して、チームのエネルギーにしようと目論んできました。その横浜 FC を迎え撃つ川崎もまた大怪我から復活をした、このチームのもちろん日本サッカーのレジェンドでもある中村憲剛先発起用、今憲剛俊介のダブル中村が話をしていますが、そういう意味では今日は日本の全てのフットボールファンにアピールする要素がそこら中に散らばっているゲームになりました。